よいモグモグあ皆さん、時代劇好きなんですよね。でそこで皆さん結構、えー、見れる王として、洋蔵ってご存知ですよね、えー。皆さんが大好きなドラマ、同ギの息子が王になったのは洋蔵なんですが、この洋蔵って韓国ではあまりにもいろ、まあ、んな意味で人気があって、結構映画やドラマとか見ることができますが、じゃあ一旦今日はですね、この大王としての洋蔵、つまり王としての洋蔵を見ていきましょう。 じゃあ、まず、以前の動画でお話ししたと思いますが、韓国では、今の韓国ではですね、朝鮮時代の王を大王として認めるときにですね、一旦、まず、ョン大王は明らかに大王。そして、成女も大王と呼ばれている雰囲気なんですよ。ただ、洋女の場合が、まあ、いろいろ、 大王なのか、そうじゃないのか、いろいろ議論がある王なんですけれども、ここでまずですね、これが疑問ですね。現代の韓国にとって大王の条件って何でしょうつまり、どういった王たちに今の韓国人は大王って呼んでるんでしょう一応、教科書などを見てみると、エミン・ジョンシンと言います。これが一番の条件です。エミン・ジョンシンというのは漢字そのまま 民をを愛すする気持ちの持ちちの主を意味しますね。つまり王としてまたは神として豊かな生活をするわけではなく国民または民のことをずっと考えてくれる、まあ、ある意味では保護者みたいな王を韓国は求めていたということなんですよね じゃあ、そしたら、セジョン大王は何をしたんですか皆さんわかるんですよね。民のために簡単な文字、ハングルを作りました。まあこ,れまあ、これ以外にもいろいろありますが、まあ、これだけでも正直にエミン・ジョンシンを感じるんですよね。で、その後、ジョンジョンの場合は、いろんな業績が多いんですが、スオン・ハソンなどを作るときに、つまり昔の朝鮮時代なのに最低賃金というのも設定して、 給料の未払いもないぐらい、いろんな経済、そして休みをちゃんと確保してくれる、いろんな福祉も考えてたらしいですよね。なので、スウォンハソンが立っている今のスウォンの地域では、長ョンジュのことは必ず大王と呼んでいる雰囲気なんですね。そうしたら、四女は何をしたんでしょう四女は一体何をしたから大王の候補になったでしょう まあ、一旦今の雰囲気的には、四条に関しては、韓国ではですね、まあ、大王だ、言う方もいれば、いやいや、この人は王でもない、四人軍だ、つまり王としても認めない声もありますが、まあ、とにかく今日は、大王としての四条を見ていきましょう。 じゃあ、まず、四女の場合は、その業績を見てみましょう。一番、新聞語を復活させました。この新聞語というのは、皆さん、韓国の京北君という、京北君に遊びに行った時に、こういった太鼓を見たことありますよね。実際、この太鼓はですね、民の苦情を追うが解決するための連絡先でしたね。 つまり民がまあいろんな手続きをして、ここにたどり着いて、これを叩いたら、王、または王が送った家臣が来て、王の直々の命令で解決してくれるようなシステムが朝鮮時代はあったんですね。実際これは、初代の 西条の時に設置しましたが、朱大応の四山軍がうるさいということで廃止しましたけれども、これを四条が復活したということですね。もちろんこれに関しては非難の声もあって、実際これがそんなにうまく動いてなかったようなので、今の研究学者の間ではですね、形だけの政策という非難の声も高いです。 まあとにかくなんですけれども,も、現代の韓国のネットにもですね、新聞語が今でもあります。ネットであ皆さんの悔しいことや苦情などを書いたら、それで20万人ぐらいがいわばいいねをしてくれると、国はそれに必ず答えないといけないというシステムですよね。今でもちゃんと動いてます。 で、その後、民とコミュニケーションを取るのも大事でしたね。実際、洋条の時代では、この陰文というののシステムがあったんですけれども、何かと言ったら、王様とセザがですねお、宮の外まで出てて、民を5000人ぐらいお宮の前で招待してて、いろんなお話をする、えー、ある意味では、 王うと民のトークショーみたいな感じだったそうですね。実際こうやって民がみんな集まって王様といろんな話をしたでしょう。で、これをですね、四条は在位の中29回も行いました。これだけでも結構四条は、えー、民とお話をしようとする、朝鮮が求めていた王にふさわしいようなことをしたんですよね。で、その後、えー、受験の年齢を拡大しました。 えー、つまり、60歳から70歳まで受験が可能になったということなんですよね。つまり、引退せずに亡くなる前まで受験が可能になりました。韓国には加工試験というのがありましたね。朝鮮の中で本当に0.0001%しか通らない、とっても頭がいい人たちが集まるような試験でしたが、必ずこれを通ってから過信になるということで成功したことになりますね。で、 実際、韓国の貴族たちは、この試験に受かるために一生を捧げます。で、先ほど言ったように、もう本当に0.1どころか0.001ぐらいの、えー、高確率なんですよ。一生、これのために一生懸命勉強してて、結局受からなかった場合は、結局この人の人生は何も成し遂げず、そのまま、 無意味な人生になってしまったことが多かったんですよね。せめて、まあ、正直に言って、古住すぎると、まあ、感触までは求めないけど、人生をこれに捧げたから、えー、降格はして、あのー、死にたいという人が多かったみたいですよね。で、それとプラスなんですけれども、以前の動画にも言いましたが、朝鮮時代はですね、つまり、 おじいちゃん、お父さん、そして子供、この三代の間に、この加工試験で受かる人がいなかったら、貴族という身分がなくなります。つまり、この三代の中で一人でもこの加工試験を受かる人がいないといけないので、まあそういった配慮もあったと思います。 その後4番、ドビの縮小ですね。この伸びというのはつまり奴隷に近いものなんですけれども、えー、一旦これの詳しい話としては、子供はお母さんの身分になるというシステムを養女が改めて投入しました。実際昔にもあったけれども、復活させたと感じだと覚えてくださいね。 じゃあ、まず以前の動画で説明したと思いますが、朝鮮時代の身分としては、両人という階級がありまして、その後、先民という階級がありました。まあ、これ以外にもいっぱいあったんですけれども、じゃあとにかく、両人の場合は、 土地かと言ったら人に当たりますので、税金と徴兵制の対象になります。先民の場合は土地かと言ったら物に当たります。なので、実際お金を払って、取引ができたような身分ですよね。まあ、ひどいんですけれども。なので、物に当たりますので、税金と徴兵制が免除だったんですね。たいここまで大丈夫ですね。じゃあ、こういった場合、皆さんこれはどうですか両人と両人が結婚した場合、その子供が両人になることはもちろん大丈夫でしょう。それと、先民と と先民が結婚した場合はその子供が先民になるこれはも,もちろん大丈夫ですよねじゃ,じゃあこういった場合どうでしょう両人の男性と先民の女性が結婚した場合はその子供は先民になりますで。 先民の男性と両人の女性が結婚した場合は、その子供も先民になります。つまり、当時の朝鮮はですね、ご両親の片方が先民であれば、で、片方がどういった身分であっても、とにかく子供は先民だったんですね。で、これを、4条はですね、システムを少し変えます。え、両人の男性と先民の女性が結婚したら、相変わらず先民ではありますけれども、先民の男性と両人の女性が結婚した場合は、両人になります。つまり、 お母さんんのの方の身分に従うようよなシステムを取り入れたんで、すよねでここだけ聞いてみたら、そうしたら、両人の男性と先民の女性と結婚したらどうなるか疑問ですよね。これでても本当に国民のための制度なのか気になりますよね。これをちょっと理解するために説明してみます。 あそもそもなんですけれども、先の話に戻りますが、両人は税金と徴兵制があります。つまり、両人はどっちかといったら、おうさまに役に立つものですよね。で、先民というものは、もので免除なので、実際先民というのは、양番、つまり、貴族たちのものなんですね。つまり、 戦民が増えることは貴族たちにはとてもいいことで、国民たちにはあまり良くないことですよね。なので、実際は、先ほどの今までの朝鮮のシステムは、貴族にとってもいいシステムでした。まあ、土地を結婚しても結局戦民なので、貴族たちが使う戦民が増えることになるんじゃないんですか。 それを見た王様は、やっぱりこれが気に入らないんですよね。えー、自分のためにも、国民のためにもですよね。で、ちなみに、21代王4女の時代は、あの、この前にもお話ししましたが、経済の繁盛期が始まる時期で、金の価値がとても上がった時期ではあります。なので、身分より金の価値が上がるようなことになった時代なので、お金を持っている先民、そしてお金を持ってない領人とかが出てくるんですよね。なので、実際この時の雰囲気を見てみると、 るとですね、先民の男性と漁人の女性が結婚することが多かったんですよ、意外と。お,お金の問題ですね。なので、4条は一を貴族の力を弱める、そして自分たちに税金を払う国民も増やすということで。 今までの選民が一人でもいたら子供が選民になるシステムを変えてこれを両人にしてくれたんですよね実際両方した場合は貴族の反発もありますのである意味で他教案として女性側の身分に従うようなシステムを投入したと思われますまあとにかく両女はこういったシステムを使って国民たちのことも考えて貴族の力を弱めるような制度もやりましたけれども ただし、ここで私の一つの疑問はですね、えぇ、ー、民たちは税金と徴兵制が免除になるのが良かったんじゃないかなとも一った思いますので、この部分に関しては、私がいろいろ調べてから、まあ、4条の業績にはなっていますが、ただ、船民たちの話も聞かないといけないなと思うところではあります。 その後、続きで、で5番、チョンゲチョンの整備を行います。以前の動画でお話ししましたが、以前の時代に経済の発展によって、ハニャンつまり今のソウルですよね、人が2倍ぐらい急増するんですよ。なので、 周りにお家とかもいっぱい立つことになるし、そして冬とか寒いので、韓国は温度ルというのを使うんじゃないんですか。つまり、秋が必要になりますけれども、そのせいで、あのー、ソウルの近くの木が、 全く見当たらないと言ってもいいほど全滅してしまいますよね。それによって雨とか降った場合はそのはまま川に流れてしまって氾濫したりして、まあそれで結局、まあこの前トイレの動画で話しましたけれども、まあ衛生問題もあったんですよね。これを4条は国民のために整備をします。で、その後6番、死刑種の裁判を3回まで増やす。え当時、貴族とかの ぬれぎによる事件も多かったので、あくまで一旦死刑主も自分の国民なので、3回までの裁判を許してくれたんですね。これは今でも使っているとても先進的なシステムでしたね。そして、一つ一つ言ったらとても長いんですけれども、簡単に言うと、全体的に貴族の税金を上げて、普通の国民たちの税金を下げますね。4僧は全体的に貴族には本当に好ましくない王なんですけれども、国民たちには愛される王でしたね。 とにかくここまで見てみると、四条はやっぱりエミン,ジョンシンを持っているような気がしますね。そしてさらにここで四条がすごいのはですね、これぐらいの制度を整えるためにはすごい王権を持てないといけないけれども、皆さん四条のことわかると思いますが、実際四条の王権って強くなる可能性がとても低い立場でしたね。じゃあ今からちょっと四条の王権を見ていきましょう。 まず皆さんご存知だと思いますが、ヨンゾの場合は19代の王、スクチョンと、そしてその側室、スクピンチェシの間で生まれた、 即死の王子なんですよ、ね、ここで皆さん一つあのお話ししたいのが、このちょっと今のところでは日本にもこうやって知られると思いますが、4条のお母さんであったトつまりトですね、トの場合は先民出身かなんですけれども、これ私はちょっといろいろ調べたところ、一応記録的な証拠はないと思われます。つまり、 記録では先民じゃないけれども、多分おそらくなんですね。貴族にとってあ、あんまり好ましくない王だったので、の貴族たちが、あの、四条のことを、四条のイメージをマイナスさせるために、お母さんのことを先民だという噂を広げたんじゃないかなと思われますね。まあ、とにかく記録上ではないことを覚えてくださいね。まあ、一旦それでも四条はとにかく性質ではなく、側質の子供でした。 それと、ョンにはこういったリスクもあったんですよね。自分の兄ですよね。ョンを特殺したという噂がある王でしたね。これただ噂で終わるんじゃなくて、家臣たちはこれで猛攻撃をするんですよ。洋女はかなりこれでストレスだったんですよね。 つまり、ヨンジョという立場はですね、王にはなったものの、すっごく過信から牽制される、とっても力の弱い王からスタートしたんですよね。で実際、後に話しますが、その裏には孫思よという、えー、学者がいました。 ま、あ、とにかくこういった家臣たちの不満がですね、実際爆発して、四女の即位4年目にすごいことが起きますよね。インザの乱ですよね。これも話しするのが長くなりますので、ドラマだったらヘッチ、そしてデバグでこれを見ることができます。とにかく即位4年目にほぼ全国的な反乱が起きてしまって、もちろん4月はしますけれども、四女としてはかなり大んにダメージを受けた事件なんですよね。 で、ちなみにこの委ンザの欄の委員座がですね、書論出身なんですよ。じゃあ今からこれを踏まえて、単평책の話をしてみたいと思います。4조といったら単ッ책が有名なんですけれども、この単ッ책というのは、各政治勢力がバランス良くということなんですよね。どっちも目立たず。 一も強い力を持たず、みんなバランスよくお互い論議しましょうというシステムなんですが、先ほど言ったようにインザの乱は諸論でした。なのでインザの乱がが月された後、諸論たちは今から死を待つだけだったんですけれども、ここはですね、妖女が許してあげるんですよ。あの、反乱を起こしたにもかかわらず。なので、それを見ていた、のみ、のとかンはすごい苦情を持ってたんですけれども、まあ、一応、単평チェックを成功させるために、の、論を許してあげるんですよね。 で、それだけじゃなくて、当時はですね、まあ、ノロンがとても力が強かったんですよ。先の孫子열という人が実はノロンを動かしてたんですけれども、このノロン、むしろ、反乱を起こしてなかったこのノロンを叩いて叩いて、他のところとバランスを合わせようとするんですね。つまり、洋女はこの誕平책を、完璧に進ませるために、いろいろ考えてたんでしょうね。 で、それだけでもなく、また、だからといって、ソロンとか波も優しくしたわけじゃなくて、この管理たちが持っていた、ソウンというのがありました。まあ、ドラマ見たら結構出てくるんですけれども、大学みたいなものなんですけれども、最初、このソウンというのは、いろんな知識を勉強してから、国のため、国の発展のために頑張りましょうという期間でしたが、だんだん、王権が弱くなって、家臣たちの力が強くなるんで、家臣たちの本拠地、アジトみたいな感じになってたので、かなり、えー、 元の意味が変質されたんですよ。なので、これを4条は、親たちの反対にもかかわらず、これを全部廃止しますね。結局、4条は自分の王権強化のためにすごく頑張って、それがほとんど通って実際成功した王とも言えるんですよ。なので、ある意味では、単평チェックというのは、4女なりの王権強化の対策で、これは成功したとは言えるでしょう。 あ一旦これが後にまた他の問題を起こしますけれども、一応ヨンジョの時代には成功したとは言えるんです。じゃあ今日はここまでです。あとにかくヨンジョという王様は自分の息子を殺してお兄ちゃんを殺したという噂はあるんですけれども、王としては朝鮮、そして韓国人が求めているふさわしい姿を持っていると思われますよね。今度また新しい手間で皆さん伺いますので、その時もぜひよろしくお願いします。今日も聞いてくれて여러분、ちんちゃんちんちゃんこまわよ。あんニョン